はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシンです。今日はね、皆さんに珍しいものをお見せします。これなんですよ。これまあ表紙のね、画面にもね、サムネイルにも出てますよ。まあだから分かってると思うんですよ、皆さん。出すなよって感じですよね、サムネイルにね。まあ出しちゃったんだからしょうがないですよ。でね、これぶら下がってるんですよ、ほおずきって。まあ見てみて、ほら、すごいグリーンのほおずきだよ。すごくない？すごいよね。もうほんと可愛いんでしょ。オレンジじゃないんだよ、グリーンなんて。それもちっちゃいんだよ、こんなすごいでしょ。それでね、これってデザイン的に、まあほおずきだから、まあ今回花束作ろうと思ってるんですけど、まあ、こうぶら下がるしかないんですよね。だからまあこうぶら下げたデザインにすればいいとは思うんですけど、まあ、変な話、まあワンパターンでしかないでしょ、ないですか、それって。でね、じゃあね、これかわいいかっていうと、まあ10人に1人はかわいいっていう人いると思うんですよ。こういうの、何でもかわいいかわいいって、何でもかわいいって言えばいいだろうって思ってる。あ、まあそういうことじゃないですね。あの、それは置いといて、そのね、そういう人以外はそんなに可愛くないと思うんですよ、このデザインって。じゃあね、これをうんと可愛いデザインの花束にしたらどうしたらいいんだ。それを皆さんに今日はフラワーアーティストシンが伝授します。いや、今日見てる人は運がいい、素晴らしく運がいい。毎回見なきゃダメだったよね、毎回見ないとダメなの。もうフラワー TV はライブと録画と僕のテンション違うって有名なんだから。ライブじゃ弾けらんないんですよ、すいません。では今日はこれを花束に入れた超かわいい花束に変身させます。では行ってみよう、では行ってみよう、では行ってみよう。やべ、なんなくなっちゃったよ。では行ってみよう、では行ってみよう。はい、では始めていきます。今日はね、こういう黄色いお花たちとともに、あ、ともにというか、と一緒に花束にして、うんと可愛いほおずきの花束を作ろうと思います。はい、でね、まず最初にしなきゃいけないのは、まあ、ほおずきなんですよ。花束だから、まあ、両手がね塞がっちゃう前に、そのほおずきを、まあ、さっきからぶら下げるだけじゃないっつったじゃないですか。だからね、ちょっと今から加工します。で、まあこれピッと取ってワイヤリングしちゃえば簡単なんですけど、そうじゃなくてこうやって分解しますね。今回はこうやって分解します。はい、で、まあちょっと気持ち悪い。はい、ではね、今からほおずきをこう切った時に、あの、まあ、ここでね、これ長いじゃないですか、これが。だからここでこれをこうやって丸めてあげて、こうやってね、こうやって丸めてあげるんですよ。こう、それでここをね、ワイヤーで、まあ、26番か28番ぐらいのワイヤーで、まあこう巻いてあげるんですよ。でここを切ってね、まあこういう状態、こういう状態を作りますね。全部こういう状態にします。いいですか。はい、はい、でね、丁寧にやるならこういうフローラーテープでここのワイヤーのところをこうやってキュッキュッと巻いてあげて、こういう状態にしてあげます。では全部パーツを作ります。はい、このように
ほおずきがパーツになりました。はい、次にね、この赤トラセナをこうパーツにしていって、そしてこのドラセナをいつも皆さんにやってるよう、皆さんにお見せしているようにこう丸めて、このようにホチキスで留めます。これを全部パーツを作ります。毎回ね、毎回やってることなんですけど、これね、やっぱり出汁と一緒なんですよ、その料理のね、まあ料理の出汁と一緒って言ったらおかしいかもしれないですけど、おかしい人じゃないんですよ、僕はおかしい人じゃないんですよ、料理の出汁と一緒なんです。でもこれはもうね、基本なんです。これがないと花束膨らまないんです。だから料理も深い味を出すには鰹だしとか必要でしょ、それと一緒なんですね。おかしい人じゃないんですよ。はい、そしたら次にやっぱりこのね、バラの葉っぱとかを取る、で花びらの傷ついてるところも取る、まあこういうような状態にきれいにしています。まあ、今回ね、そんなに使わないんで、まあちっちゃいね、花束を作っていこうと思ってるんで、こうバラのトゲとかも後々取るのは大変なんで、今取っときましょう。いや、もう作ってる最中にどうしてもこうバラに刺さりながらやりたいっていう人はいいですよ、そのままやってください。僕は止めません。まあそういうね、まあちょっとわかんない、よくわかんない人もいるじゃないですか、世の中には。いるかもしれないじゃないですか。まあ、ひまわりちゃんはね、そのまんまでいいと思うんですけど、まあ、ただひまわりちゃんやっぱりこう長いじゃないですか、すごくね。だから、ね、ひまわりちゃんは長さを短くしておきます。はい、このぐらいにしておきましょう。いいですか？いいですか？次にこのスプレーカーネーションくんは、まあどのぐらいの長さで使うかわかんないんですけど、とりあえずこれもこれね、切り分けるのが必要なんですよ。だからここのね、パーツパーツで切り分けて、何個かに分けて使えるようにするというのが、まあこういう花束に使うときは結構重要なポイントです。まあ、ちっちゃい花束なんでこのぐらいのステムでいいと思うんで、このぐらいにしてパーツに分けます。だからね、結構花束作るときに上に密集しちゃってるやつとかあるじゃないですか、あれは作りにくいんですよね。まあ、ただ大きいね、こうカゴスタンド花みたいなのを刺すときはこう密集してるやつの方が刺しやすいじゃないですか。だから用途用途によってかなりこの違ってくるんですよ、そのどれが必要かってことがね。まあ、だからそれに合わせてちょっと花材を選ぶっていうのは大事かもしれないですね。はい、では組んでいきましょう。はい、では始めていきます。まずはこのドラセナを持ちます。まあ、こんな風に持ちます。いいですか？そしたらここに、そうだな、あ、でも先にバラを入れていきましょう。もうね、花首がこうドラセナにつくぐらいでいいです。そしたらもうここにほおずきを入れます。ほおずきの前に、はい、そうしたら次にスプレーカーネーションをちょっと入れて、まあ、こういう風にちょっとね、ここにマスの部分を作っていきます。そしてドラスナを入れますね。こうです。まあ、ちっちゃくて可愛いブーケを作っていくんで、ひまわりもこう
このドラセナにちょっとねこうかけるような感じで、じゃないとこうキュッとこう下向いちゃうひんまりだった。あでもこれは下向かないな、下向いちゃうな。ひまわりってこう向くとどうしても下向いちゃうんですよ、キュッ。だからこう向けてこのドラスナの上に乗せてこう持つとこう可愛く前を向くんですね。だこういうところのテクニックが結構重要なんですよ。だこういうのも下向いちゃうからここをキュッと上向けてあげて反対側にしてここで持つ、ここね、こういう感じですね。そしたらここでほおずきちゃんを入れましょう。ほら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 、可愛くないですかね。これを繰り返していくんですよ。こうちょっとほら、かわいいでしょ。ほら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 、どうよどうよどうよどうなのよ、ねえねえどうなのよみたいな。ここでスプレーカーネーションまた入れます。しんちゃんどうなのよみたいな。黄色との相性いいよね、ひまわりちゃんのね。あ、ひまわりちゃん、ほおずきちゃんのね。そう、なんかほおずきちゃんは忘れられちゃって、ひまわりちゃんになっちゃった。今日のメインはほおずきちゃんですよ。どうもひまわりってさ、主役持ってくよね。どうもさ、ひまわりって主役持ってくよねって今この辺でほおずきちゃんが噂してる。ひまわりちゃんに主役持ってかれないようにほおずきちゃんも頑張んないといけないよね。でね、ドラセナこうやって入れちゃって、あとほおずきが少し残ってるからほおずきをここに入れます。そうすると主役をひまわりに持ってかれなくて済むんじゃないんですか。黄色からの後ろ側はこういう感じで可愛いブーケが出来上がったじゃないか。しかし、しかし主役はひまわりだ。よし、ここでミスカンサスを入れてみよう。ミスカンサス入れちゃったらもうこれ主役が一気にほおずきに戻るよ多分。ちょっとこれを丸めてホチキスで留めたものを作ろうか。そしたらきっと主役はひまわりに戻ってくる。そしたら主役はひまわりに戻ってくるんだ。みんな待ってるんだぞ、待っててくれ。主役はひまわりに戻るんじゃ。はい、できました。これがひまわりのかわいいブーケです。では結束してみましょう。結束して完成しました。こちらが可愛いひまわりのブーケです。やっぱこのね、ほおずきがね、サブに入ってくるとひまわり引き立つよね。ほら、
可愛いですよね。もうめっちゃ可愛いひまわりのブーケが出来上がりました。はい、どうですかね、めっちゃ可愛いひまわりのブーケ出来上がりましたね。よかったです。あ、僕はもうね、こうほおずきちゃんはね、やっぱサブだな、サブだなって思ってたんですよ、最初から。ほらね。まあでもほおずきもちゃんと主張してるよね。いいでしょ、可愛いでしょ。はい、今日は、ひまわりとほおずき、まあほおずきが可愛いブーケを作りました。いいじゃないですかね。はい、ではね、今日はこちらでこのブーケの作り方を終了したいと思います。またなんかね、珍しい花材とかが入ったら編集動画でお届けしたいと思います。このテンションの高いフラワーアーティストシーンが見たかったら編集動画しかないんです。あのライブは普通なんです。はっちゃけられないんですね。ではまたお会いしましょう。 See you next time。 次はライブだからテンション低い。はい、このフラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録は、パソコンで見てらっしゃる方は右下の N フラワーデザインインターナショナルの透かしをクリックしていただけるとそこからチャンネル登録をしていただけます。スマホで見てらっしゃる方は下のリンク欄のところにチャンネル登録お願いしますというリンクがあります。あ、リンクじゃない、リンクがあります。はいはい、そのリンクをクリックしていただけるとそこからチャンネル登録をすることができます。ぜひ多くの一人でも多くの方のチャンネル登録をお待ちしております。はい、ではまたお会いしましょう。バイバイ。